い、続きまして、インパクト体幹ドリルパート2です。今回はこの家にどこでもあるハンガーを使ってみたいと思います。どのように使うかと言いますと、まずハンガーをこのようにですねセットしてください。そして次にアドレスに入ります。はい、ここでポイントなのはハンガーが左の腕に触っています。左の腕に触っているということはインパクトでハンドファーストのインパクトを迎えているということになります。逆にすくい打ちになってしまうとこのようにハンガーを触ることができません。それではそれを意識して実際に打ってみたいと思います。はい、それでは打ってみたいと思います。このように左腕にハンガーが当たっているなとイメージしながら実際に打ってみてください。ハンドファーストのインパクトが体感できると思います。以上です。